皆さん、こんにちは。今回は、第二青函トンネルの構想について、小学生でもわかるように解説していきます。では、早速見ていきましょう。青函トンネルとは、青森県と北海道を結ぶ海底トンネルで、現在は、北海道新幹線と貨物列車がシェアする感じで通っています。ただ、新幹線と貨物列車が同じ時間帯に走っていることもあり、トンネルの区間に限って、新幹線の最高速度は時速160キロに抑えられています。まあ、長い休みの時期になると210キロで走らせることもあるのですが、いずれにせよ、普通の新幹線と比較して大幅に遅いとのことで、昔からこんな意見があったそうです。もう一本トンネル欲しいな。こんな感じで、第二青函トンネルの構想が以前から存在していました。ただ、皆さん、このように思ったことがないでしょうか。おい、本当にそんなのできんのかよ。整備新幹線さえまだ完成していねえのにさ。まあ、結論を言うと、今の状態では多分無理みたいですが、2021年1月の日経新聞では、第二青函トンネルについての具体的な計画が載っていました。日経新聞の記者はこのように言いました。なんか2つ目の青函トンネル作る話が登場しました。日経新聞によると、日本プロジェクト産業協議会という公共工事などについて頭を使って考える団体が、第二青函トンネルのアイディアについて北海道の会社の偉い人たちが集まる会合でプレゼンしたとのことです。その会合で日本プロジェクト産業協議会はこのように言いました。堂々と貨物列車の線路がセットになったトンネル作ってほしいな。車が走る道路と貨物列車が通る線路がセットになった2つ目の青函トンネルを作ってほしいと国に対して言ったとのことです。具体的には、トンネルを2階建てにして、2階部分を片側1車線の道路にして、1階部分を貨物列車が走る単線の線路にする計画みたいです。現在、本州と北海道を車で行き来することができないとのことで、道路のトンネルを作ればトラックや普通のマイカーがたくさん走ると予想しているそうです。一方、貨物列車については、現在の青函トンネルを走っていて、新幹線の所要時間の短縮化の邪魔になってしまっている中、新しいトンネルに移動させれば新幹線のスピードアップができるとのことで、いろいろとメリットがあるとのことです。ただ、問題点もいろいろと存在するみたいです。いろいろと意見がある中、とある鉄道に詳しいジャーナリストの方はこのように言いました。貨物列車で単線じゃ足りねえぞ、大丈夫か。現在、青函トンネルを行き来する貨物列車は1日あたり51本あります。ただ、単線の場合だと48本くらいが限界で、ここにメンテナンスの時間を入れるとなると、さらに上限が下がってしまいます。トンネルの中ですれ違いしない限り、貨物列車を今と同じレベルで走らせることができなく、計画はかなり厳しいみたいです。また、ジャーナリストの方はこのように言いました。トンネル内の坂道は貨物列車にとってきつすぎるだろう。第二青函トンネルの場合、25パーミールという数字の傾斜になる予定とのことです。まあ、ウプ主のおっさん、文系出身のため、25パーミールがどれくらいきつい坂道なのかはよくわからないのですが、貨物列車にとってはきつく、それが連続するとなると、機関車1台では足りないみたいです。普通の電車であれば余裕なのですが、貨物列車を走らせるルートとしては非現実的とのことです。さらに、道路についても、ジャーナリストの方はこのように言いました。換気はどうすんだよ。電気自動車を前提にしてるけど、大丈夫か？第二青函トンネルは、電気自動車が通ることが前提となっているらしく、換気設備がないとのことです。そのため、排ガスを出す、普通の車やトラックが走るのは難しく、テクノロジーの進歩に期待しすぎ感があるみたいです。まあ、そんな計画の第二青函トンネルなのですが、国は、これについて、このように言いました。作る予定なんてあるわけねえだろ。第二青函トンネルについて、現時点で作る予定は全くなく、計画そのものも国としては正式に出していないとのことです。ですが、皆さんは第二青函トンネルについて
どう思いますか？以上、第二青函トンネルの構想についての大雑把な解説でした。なお、この動画には間違った内容や作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。気に入った方は高評価をお願いします。また、チャンネル登録もお願いします。